今日はスタートインクルプリキュアのたっぷり着せ替えセットで遊んじゃうよ。どんな着せ替え遊びができるのかな。あ、かわいい。私たちにシールを貼って着せ替え遊び。イラヤバ。およ、こっちはプリキュアのお洋服が折り紙で作れるれん。どんな遊びができるのかは箱の後ろに書いてあるよ。今日はコーディネートカードと着せ替えシールでプリキュアたちを着せ替え遊びしてみよう。箱を開けるとじゃーん、こんな感じ。着せ替え遊びに必要なのはこれとこれ。およー、かわいい着せ替えシールがいっぱいるん。みんなで着せ替え遊びで遊んでみるるん。着せ替え遊びスタート。まずはキュアスターにお洋服を着せていくよ。キュアスターのいつものお洋服はこれだけど、今日は着せ替え遊びなのでこっちのお洋服から選んじゃおう。どんなお洋服が似合うかな。あ、元気いっぱいのキュアスターにはこのお洋服どうかな。かわいい。お着替えさせてみるよ。よいしょ。ピーッと。うわー素敵。頭にはこのシールをつけちゃおっと。アイドルって感じ。素敵なお洋服だね。次はキュアミルキーだよ。キュアミルキーにはどんなお洋服が似合うかな。キュアミルキーにこのお洋服どうだろう。お姫様って感じだよね。キュアミルキーに似合うかな。お着替えさせてみるよ。ペーッと。うわーすごくよく似合う。頭にはティアラをつけて、キュアミルキー姫の出来上がり。次はキュアセレーネだよ。キュアセレーネにはどんなお洋服が似合うかな。キュアセレーネにはこんな着物どうだろう。絶対似合うよね、セレーネの着物。よし、お着替えさせてみよっと。美しい。髪飾りもつけて、浴衣セレーネ出来上がり。セレーネの浴衣似合いすぎる。最後はキュアソレイユをお着替えしてみるよ。キュアソレイユにはどんなお洋服が似合うかな。キュアソレイユにはいつも着なそうなこんな感じのお洋服どうかな。猫ちゃんのスカート、とっても可愛いよね。お着替えさせてみるよ。うわあ、よく似合ってる。靴はこんなのどうかな。ペーた。うん、とっても可愛いね。お耳は猫耳カチューシャ。そして猫ちゃんのバッグも持って、猫ちゃんソレイユ出来上がり。みんなとっても可愛くお着替えできたね。ねえねえ、みんなは今日のお着替えの中で誰が一番似合ってると思ったる？一番似合ってるなと思ったプリキュアの名前をコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。一番初めにお着替えしたキュアスターが一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアスターって書いて教えてね。キラヤバーなアイドル風衣装どうかな。私似合ってるかな。キュアスターっていうコメントたくさんくれると嬉しいな。2番目にお着替えしたキュアミルキーが一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアミルキーって書いて教えてね。およ、地球のプリンセスの衣装とっても可愛いよ。キュアミルキーってコメント欄にたくさん書いてくれると私とっても嬉しいの。3番目にお着替えしたキュアセレーネの浴衣が似合ってるなと思ったら、コメント欄にキュアセレーネって書いて教えてね。私の名前がコメント欄でたくさんになりますように。どうですか、私の浴衣似合ってますか。4番目にお着替えした
キュアソレイユが一番似合っているなと思ったら、コメント欄にキュアソレイユって書いて教えてね。どうかな、私の猫ちゃんコーデ似合ってるかな。似合ってるなと思ってくれた人、キュアソレイユってコメント欄に書いてくれると私とっても嬉しいな。じゃあ、みんなは誰が一番似合ってると思ったかな。この動画が面白いなと思ってくれた人、世界遊び大好きな人はぜひぜひグッドボタンを押してチャンネル登録もよろしくね。みんなのコメント待ってるよ。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。